とんでもなく楽しかったですね。新しいステージに立つことができたので感謝しかないです。毎回アフレコの度に笑顔になって、本当に仲のいい現場で、なんかウキウキしながらいつもアフレコに行ってました。楽しい以外の感情ってなんだっけっていう気持ち。楽しく演じていたら盛り上がっていったっていう感じですね。できてなかったらここにいないですよね。プロテインばっか飲んでいろんな筋肉に語りかけてみました。エネルギーの量、糖質の量、見て全部裏返しましたよ。体力作りだけは徹底してやりました。ずっとリリーなので。逆にどのように過ごしてきましたか？イメージしてました、もう常に。うん、いやイメージっていうか、イメージですよね。イメージではなく、リベンジって言われて、いや何に負けたんだって。まあリベンジって言われるとちょっとピンとこないところは正直あるんですけど、ちょっと質問が違うのかなっていうちょっと感じにはなりますけどね。するしないの質問は失礼だなって思います。何のためのタイトルやってなっちゃいますよね。します。ゾンビランのサガのことですから、しないのかもしれませんね。いや怖いですよ。でもやるんですよ。怖いけどやるんですよ。超えていかないと、己の中のリリーを超えていく。やるしかないんですよ。もう後には引けないです。なんかちょっと答えづらいんで、すいません、次の質問いただいて。ごめんなさい。源さくらに挑むってことは、生死をかけなければならない。リベンジとは魂のぶつかり合い、絶対に負けられない戦い。デッドアライブ、希望です。仲間と言っていいんじゃないですか。新たな革命、燃え盛る戦場。ゾンビランドサガリベンジ放送開始。